皆さん、こんにちは。お盆休みですね。お盆休みです ね、 ね、はい、皆さん、今年はね、どういったこうお休みを過ごしたのでしょうか。はい、私たちは、はい、はい、大掃除でした。そうなんです。大掃除でしたね。はい、クローゼットのこう冬のコードとか、うん、こうもう引っ張り全部出してきて、全部出して全部こうベランダの物干し竿にかけて、うん、ブラッシング、ブラッシングを雑用係さんが全部してくれたんです。そうです。私はクローゼットを開けてコートを出すだけ、こう、ね、リレー式でね、うん、でも中をね一旦水拭きして、はい、空拭きしてね、はい、やっぱこう衣類っていうのはやっぱこう生地とか呼吸してるんですよね、うん、だからやっぱブラッシングしてあげないとね、はい、やっぱ悪くなっちゃうんでね、はい、靴箱も全部出して拭いて、で革靴を全部磨いて、で日陰干しをして、日陰干しして虫干しっていうんですけどね、はい、今年あの梅雨が長かったんでね、はい、ちょっとやっぱこう気になったんでもう全部出してね、はい、もう徹底的にね、はい、OK ですね、これでね。あと私もう一つやりました、はい、個人的に、はい、はい、私すごく気になってたんで年末年始じゃないんですけれども換気扇も、換気扇もやりましたね。やりました。はい、あと何と言ってもあれじゃないですか、大きなこう棚があったんですけども使わないということでね、僕が自作したんですけどそれをもう一回解体してね、気持ちいいですね、解体するって部屋が明るくなりましたね。なりました ね、 ね、はい、でそうこうしているうちに家庭菜園でね追加でモノヘイヤとか、うん、あとオクラで雑用係さんのご実家からいただいた何でしたっけ、ゴーヤ、ゴーヤ、うん、こうやったらもう結構育って、そう今日収穫したんですよ少し、はい、あとつるむらさきっていうちょっとこうネバネバするお野菜なんですけども、うんうん、朝取りねして今年はなんかミニトマトは買わないで、そうですね、うちのもので、トマトはうちのものでもう、はい、自給自足してますね、してましたね、はい、はい、そんな夏休みでした、うん、はい、なんかいいもんですよね、まあ出かけることもいいですけど本当家の中でね、そうですね、こう足元にあるこう楽しさをね、楽しみを見つけてね、はい、過ごすっていうのもいいですよね。いいですね。ね。でそういうふうにしながら少しずつこう家の中のね、うん、ものをこう動かしたり、はい、位置を変えたりしてこう、はい、楽しみましたね。ね。はい。でね、皆さんも結構巣ごもりの思い休みの方も多いかと思うんですけど、はい、そのね、まあ、お部屋整理してもう一回見直ししてね、まあ、またこういうのちょっと足してみようかなっていろいろアイデアがあるんではないかということで、はい、そんな北欧テイストのお部屋作りのお手伝いということでうまくつなげましたでしょ。うまくありましたよね最近ね。なんか私もいつまでこういった話が続くのかなと毎回毎回思ってるんですけど、はい、うまくなりもやっぱり重ねていくこと大事ですね。回を重ねることね、はいはい、またそういう話長くなるんで、はい、ということで本当に一品あるだけでその北欧テイストのね、はい、お部屋のアクセントになるその白樺とかもみの木のね、はい、木工雑貨を集めてみました、はい、それと、はい、あとマリメッコと北欧の布とですね、あとねムーミンの古いヴィンテージの生地で作りましたエナさんが作ってくれたね、はい、ポーチ、はい、小さいのでちょっと大きめのものとね、はい、あのポーチいくつあってもいいですけどね、うん、あのカバンの中で踊ってしまう小物の収納とかね、はい、プレゼントでもいいですね。いいですね、可愛いですよね、うん、あのねヴィンテージの生地使ったんで、まあ、ちょっとスレ感のある生地なんですけどそのヴィンテージ感がねまたこうすごくいいんですよね、うん、そんな商品を今週お届けしたいと思います。はい、久々の3本立てですね。そうですね、はい、はいはい、ということでこちら、はい、もみの木の白樺ですね、はい、はい、もうそのままですね、ほんと白樺のこう白樺の樹皮っていろんな部位があると思うんですけど、こう薄皮がついた状態のね樹皮を編んだ、はい、こうナチュラル感がありますね。ねえ、ちょっとね上から見るとねこうちょっとこう湾曲してるような感じなんですけどね、うん、本当は四角にならなくちゃいけない、四角か丸にならなくちゃいけないんですけど、うん、またこの辺の編み方なんかもね、うん、なんか僕いいかななんて思って、あと多分樹皮の硬さ、硬さなんですよね、で
こう丸くしたいけどもちょっとなりきれないとか、うんうん、いいですよ、こういうのとね、ね、観葉植物と置くとね、そう、私観葉植物入れるのにいいな、もういいですよね、はい、うん、ドシラカバの3点ですね、はい、これちょっと太めの樹皮で編んだ、結構形いいですね、ね、おもちゃ、茶菓子、うん、お供、いいですね、あと小物入れですね、はい、でこちらはクラウンで、ちょっと白っぽいね、なんかこう白っぽい、こちらもそうなんですけど、白っぽい樹皮、だからいろんな種類があるみたいですね、ね、これちょっとソフトタイプですね、こう柔らかい感じでね、はい、でクラウンになってるね、タイプでございます。で、ちっちゃい。これとこの間取ったミニトマト、いいですね。いいですね。いいですね。あと置いとくだけでもいいですね。はい、これはね、1枚のその樹皮で折って、ここにこう木の留め、木の枝で留めたような感じですね。うん、こんな感じで、結構ヴィンテージですね。ね、もう完全にもう30年以上は余裕で立ってるような。で、なんかちょっと薪ストーブの香る部屋でいぶされたような感じのね、そんなこう感じの新しさはないですけど、この古い感じがね、いいですね、ね、面白いですね、シンプルな1枚の樹皮をこう折って木で留めただけ、うん、シンプルですね、素敵です ね、これは木箱ですね、北欧の伝統的な作り方ですよね。こう1枚の木をこう巻いてここで留めるという感じ。うん、ただね、こちらはなんか職人さんが作ったみたいな、こちらは素人さんかなみたいな感じのね。でもちゃんと作られてます。こうしっかりして。しっかりしてますよね。しっかりします。でここもね、持ち手もなんかこう削り出したような、あ、そんな感じですね。手作り感がありますでしょ。はい。形もちゃんと綺麗なんです。ただこの接着剤の付け方がちょっとはみ出してたりなんかするので、そこら辺ちょっと素人感の感じなんですけどね、こんな感じで、うん、いいですね、いいですね、お裁縫箱とか小物入れね、うん、いいですね、はい、でこちらはよくあるタイプの小さいタイプですね、タイプのなんかブレッドバスケットみたいな、ブレッドバスケットのちっちゃい版みたいな、ね、ちっちゃい版みたいな、小物入れいいですね、いいですね、これも結構年数経ってますね、ヴィンテージです、じゃあポシェットですね、この長さだとちょっとお子さんじゃないと無理かな、男性だとかな、あ、かわいいですよ、でもかわいいここに木があってね、これで紐で留めるようになったんですよ、こんな感じ、ポシェットですね、はい、いいですね、いいですね、もう飾っとくだけでもいいですね、どうですか、いいですよ、ね、ね、あと裁縫箱2つですね、あ、いいですね、これインテリアにいいですよね、うん、これ旧チェコスロバキアで作ってた時代のお裁縫箱というか、まあ小物入れですね、ジュエリーとかするのにいいですよね、ね、結構ね、フィンランドで、ね、見つけるんですね、はい、メイドインチェコスロバキア、刻印はないんですけど、前同じ形のものがね、裏にね、チェコスロバキアってあったんです、はい、ちょっと飾って小物入れとかね、いいですよね、こういうのね、はい、こちらもみの木ですね、これカトラリーでいいと思うんです、いいですね、フォーク、ナイフ、スプーン、はい、ドンとね、クロス敷いてね、うん、いいと思いますよね、ハンドル付きで、あとちっちゃなスパイス入れ、スパイスでもいいし、あとプランターちっちゃなその、あ、多肉植物なんかね、かわいいもの、いいですね、多いね、冷たいものと木のものとね、うん、容器と冷たい容器と木のものが合いますね、合いますね、はい、こちらもみの毛のね、かわいいですね、これもね、こういうの入ればね、こうちっちゃな植物が入れば、うん、ここからこういうのもいいですよね、いいですよね、はい、でこれはさらにかわいくなって、かわいい、なんかこういうのもってちょっとブルーベリー摘みとか言ってこうこんなちっちゃい、いいですね、かわいいですね、うん、
これと入れてもいいですし、ちょっとドライフラワー入れたりとか、ね、でこちらはね、ちょうどね、ちっちゃなの、はい、コーヒー用のスプーンとかケーキ用のこう、いいね、ちっちゃなカトラリー入れなんかにもいいですね、はい、うん、用途はいろいろですね、はいはい、今まで結構ちょっと小さかったですが、はい、次は、はい、こちらもみの木の家具ですね。ここに穴があるんでね、紐かなんかのこう 壁、はい、壁掛けですね、はい、でこういう植物入れてこうアイビーなんかこう垂らしてもいいですね。ここがね、なぜかね縁縫ってあるんですね。あ、本当だ。強度的なもんですからね、この前のここだけ縫ってありますね、うん、ちょっとダメージはなくいい感じですね。いい感じです、はい、これはね、普通このぐらいの大きさになると結構厚めのヘギ材って言って、そんな使わないんです、うん、薄いので使ってるんで軽いんですけども、まあ、薄いのでちょっとあと 波が入っちゃったんです ね、 うん、何か小物入れかなんかね、いいですね、うん、いいと思いますね、はい、でこちらはこっちはしっかりしたヘギ材ですね、うんうん、こうトレーがあればいいですね。あ、いいですね。カップ&ソーサーと全然カトラリー持ってこう、うん、ですね。あとキッチンクロスの収納なんかもいいでしょうか。あ、いいですね。こんな感じでね、うん、いいと思います。ね、うん、超こんな大きさになります。はい、ということで、ご紹介し忘れてないですか、ね、ないですね、はい、はい、とかそこら辺の大きさないでしょうかね。ないですね、はい、はいはい、なんかちっちゃいのから10くらいの大きいのまでね、はい、いろいろと揃えてみました。そうですね、はい、はい、続いてムーミンのポーチですね、はい、これが噂のムーミンのポーチでございます。あの古いね生地を使ってて、このヴィンテージ感がどうですか、この柄取り、ね、見事ですね、かわいい。で、あのファスナーの色も、うん、いろいろとあるんですよ。黄色とか、そうですね、赤もありますね。で、柄取りもこう若干みんな違ったり、うん、柄取りが同じでもこうファスナーの色が違ったりとか、いろいろとありますので、はい、で、こちらが同じくそのちょっと大きめの方ですね、うん、はい、こちらはファスナーがピンクと赤と黄色になります。これほんとこうスレ感がすごくいいんですよ ね、 ね、あの それだけ使った生地がこう肌にね優しいですよね。優しいです。この感触がまたいいですよね、はい、新しい布にはないこう感触っていうか、はい、優しい感じです。感じです。それとこれとあとこのグリーンバージョンですね、はい、小さいものね、はい、これもいいですね。こんなのもあります。で、こちらも柄取りがね、うん、1点1点違うんです。違いますね。で、ファスナーの色が黄色と赤とあります。そうですね、はい、もちろん大きい方にはムーミンあったり、ムーミンパパもあったり、ママもいたり、お好きなこう柄のね、そう選んでいただければと思います、ね、いくつあってもいいですね、ポーチはね。ね、本当ポーチそうなんですよ、ね、はい、かわいいどれにしようかなって、いくつか狙ってるものは。そうですか、はい、ダメですよ、お客様優先ですからね。はい、わかりました、はい、じゃあポーチは以上の、はい、以上になりますね、はい、はい、で引き続いて北欧の生地、はい、布をご紹介します。